牛の吉田くんとは、千葉県東金市出身の動物タレント。日本における動物タレントの草分け的存在である。性別はメス。現在は、千葉県市原市の市原像の国の園内に埋葬されている。ビートたけしが、吉田という生が、牛だと似ていると発言したことから、フジテレビ、俺たち表金属のスタッフを通じて、 千葉県東金市の酪農家を開始テレビ出演させた。表金属では、お父さんがギャグとして、谷慶のガチョーンを披露した上で常に繰り返すというもので、番組スタッフの一人だった高田文夫によれば、小林信彦から出席を受けて高田が、お父さんに尋ねたところ、お父さんが棒を繰り返しと誤解していたと判明。吉田君は似いて、最初の吉田君は、 わずかな出演にとどまったが、二代目吉田くんは、表金属をはじめ、日刊アルバイトニュースの CM や、ドリフライ爆笑にも出演した。その後吉田くんは、吉田くんのお父さんの下から、湘南動物プロダクションに移籍した。吉田くんは、湘南動物プロダクションに所属しながら三頭の子牛を産んでいるが、いずれもお牛だったため、食肉品行くに出荷され子孫はできなかった。 その後、1990年に23歳で老衰で息を引き取る。この最後を見取った獣医師は寿命を全うして亡くなる牛を初めて見たとコメントしている。さらに死後になって、吉田くんの本名は7だったことが判明している。また、飼い主の吉田くんのお父さんこと安川勝治も2002年4月28日に他界している。 市原像の国の経営者である坂本さゆりの話によると、吉田君は1980年代当時事者での稼ぎ頭の動物タレントだったとのこと。ありがとうございます。